8月4日、国連人権理事会のビジネスと人権作業部会のメンバーが、日本政府と企業の人権をめぐる義務や責任についての調査を終えたとして、日本記者クラブで会見を開いた。今年に入ってから連日報じられ続けているジャニーズ事務所に対する厳しい批判意見も飛び出し、大注目を集めている。ジャニーズ事務所では、今年3月頃から創業者のジャニー喜多川氏、享年87、の過去の未成年タレントによる加害問題、いわゆるジャニー氏の闇が本格的にクローズアップされ、世界的な問題に。今回の会見では、作業部会の議長のダミロ・ラウラウィ氏と委員のピチャモン・イェオパントン氏らが出席。タレント数百人が性的搾取と虐待に巻き込まれるという深く憂慮すべき疑惑が明らかになったと語り、さらに、日本のメディア企業は数十年にもわたり、この不祥事のもみ消しに加担したと伝えられていると、長らく続いてきたメディアの沈黙を批判したほか、ジャニーズ事務所が立ち上げた特別チームによる調査についても、透明性と正当性に疑念が残ると、厳しく断じている。ジャニー氏の没後、主力タレントの退所が相次いでいたジャニーズ事務所ですが、ジャニー氏の闇が国際問題に発展してしまったことから、今後も弱体化は避けられないでしょう。そして、それに反比例するように滝沢秀明氏、41、が立ち上げたエンターテインメント会社、トベが、7月に入ってから日に日に勢いを増していますよね。ワイドショー関係者。トベは、TOBE コンティニュード、数字というナンバリングで、続々と元ジャニーズタレントの合流を発表。日を追うごとに存在感を増し続けている。8月4日時点で、TOBECONTINUED-01 として三宅県44 TOBECONTINUED-02 として元キング&プリンスの平野志耀26と神宮寺勇太25 TOBECONTINUED-03 として7人組ユニットのインプ元インパクトワズらの合流がそれぞれトベの YouTube 制配信で発表されてきた。全員合わせてTOBE ファミリーを名乗っていますが、近いうちにあと2人、ファミリーが増えることが確実視されていますね。全道。その2人とは、8月末でキスマイフット2を脱退し、ジャニーズ事務所からも退所する北山宏光、37、と、9月末の退所を控えている元キンプリの岸優太、27。両者は、以前から飛べゴール説が各メディアで報じられ続けてきた。北山さんはかねてより、自分のラッキーナンバーは4だと公言しています。ジャニーズ事務所のオーディションの時の番号が44番だったことが理由のようですが、滝沢さんはそういうストーリーや験担ぎ的なものが好きですからね。北山さんが自身の9月17日の誕生日に TOBECONTINUED-04 として飛べに合流するのではないかと、ファンや関係者の間では囁かれていますね。そして、10月以降に岸さんが TOBECONTINUED-05 で合流する。それが超濃厚というわけです。全道、タレントだけでなくスタッフも続々と合流。滝沢氏も顔出し NG ではあるものの、いつ寝てるの?とファンから心配の声が出るほどの頻度で体育トークライブを行っており、来るべき飛べ本格活動の日に向けて存在感を絶やさないように、という姿勢を感じさせる。大手広告代理店や、ジャニーズ時代からつながりのある音楽スタッフもバックにいる、と言われていますね。加えて、インスタフォロワー370万超の平野さんを筆頭にタレントにばかり目が向きがちですが、スタッフも充実していると言います。芸能プロ関係者。トベの裏方については、ジャニーズ事務所のファンクラブを運営する、ファミクラこと、ジャニーズファミリークラブのベテランスタッフだった、やり手ベテラン社員だった、つーこさんや、2000年代前半からジャニーズジュニアなどの振り付けを担当した振付師 M 氏らの合流がこれまで報じられている。7月13日発売の週刊文春、文藝春秋は次に退所が噂されているグループが事務所の扱いに不満を抱いているシクストーンスだと報じられていること。同グループは滝沢氏が育成やプロデュースを担当してきたことからシクストーンスが6になるのではという声もありますね。そしてそれ以上に今噂になっているのが、現在、ジャニーズの人気トップグループであるスノーマンも、トベに移籍する可能性があると囁かれているんですよ。全道、スノーマンは、
シクストーンズと同じく滝沢氏が全面的に面倒を見てきたグループであり、2020年1月にスノスと同時デビューを果たしたことで知られている。現在のスノーマンは CD の売り上げやバラエティ番組の躍進ぶりなど、客観的に見てシクストーンズに比べるとわかりやすく、売れっ子状態で事務所からも押されているように思えるが、実は、戸部関係者から、将来的にはスノーマンもこちらに来そうな感触を得ている。そうした話が漏れてきていると言います。その背景として、滝沢氏とスノーマンの師弟関係がありますが、それだけではない。ジャニーズ事務所からも戸部にスタッフが移籍し、スタッフとスノーマンメンバーの間でもやり取りできる環境が構築されているんです。そのため、水面下では現在進行形で話がされていると言いますね。同、ジャニーズ電撃退所時、滝沢氏はスノーマンメンバーに何も告げていなかった。滝沢氏は2022年10月末にジャニーズ事務所の副社長を電撃退所したが、これについてスノーマンメンバーは何も知らされていなかったという。メンバーは退所ニュースで知って慌てて滝沢氏に LINE をしたけれど、すぐには気読みすらつかなかったと言います。しかし、これは裏を返すと滝沢氏の気遣いでもあると考えられる。もし事前に話を通していたら、退任後にスノーマンが事務所サイドに何か知ってたのか、と吊るし上げを食らうリスクがありますからね。しかし、当時から状況は大きく変わった。三宅さんや平野さんら元ジャニーズのトップタレントが続々と集結し、ジャニーズと対決するかのような構えです。それだけに、スノーマンと連絡を取ることも再開しつつあるのではないでしょうか。さすがに、露骨に、うちに来るのような言い方はしないと思われますが、前室の芸能プロ関係者。こうした、引き抜きとも受け取れる行為について、滝沢氏は7月2日に体育トークライブを行い、次のようにコメントしていた。僕らは引き抜きをしたりとか、そういうことは一切してません。それぞれの考え、タイミングで話し合いをして、お互いがいろいろなことを意見し、それで合意してって感じなので、たまにそういう言い方をする人もいるけど、実際は違うので全く。俺はそういう男ではないので。ただ、旗から見れば、やはりジャニーズから戸部への移籍のように見えてしまうだろう。また、戸部サイドからスノーマンの件のような話が漏れ出ていること自体が、戦略ではないかという見方もあるという。こうした話をあえて漏らすことで、ジャニーズ人気トップのスノーマンも移籍する可能性があるんじゃないかというムードを漂わせ、既成事実化する戦略かもしれない。現在のジャニーズの窮状、一方で戸部の超イケイケを見ていると、いずれ本当にシクストーンズが、6、スノーマンが、7、として戸部に移籍して、ジャニーズと本格的なバチバチの構想に、そんな風に思えてきますよね。そうなった時は、業界が大きくひっくり返っていること、は間違いないでしょうね。全道、戸部が活発な動きを見せる一方で、ジャニーズ事務所は、再発防止特別チーム、座長、林誠前検事総長から、8月末頃に再発防止策を提言する見込みとの連絡を受けたことを8月4日の国連人権理事会の会見後に発表。できるだけ早く、今後の取り組みなどについて記者会見で説明させていただく予定としている。攻める戸部、守るジャニーズ、戸部関係者から漏れているという、スノーマンの移籍話まで本当に実現してしまえば、日本芸能界は新たな世界に突入するだろう。画像、髪からいい匂いがし、そう、西平野仕様、ただの散歩でも隠しきれない、色気ありすぎ後ろ姿。平野のインスタグラムのフォロワー数は開設から1ヶ月を経たずに374万人を突破。本格的な活動再開を多くのファンが首を長くして待っている。